けで、今週もまったり日曜日のガチャガチャレビュー、ガチャガチャ Vlog の日がやってきました。さあ、今日はちょっと仕事で亀戸に来てるんですけど、この立川河川敷公園っていうね、ちょっとあの高速道路の下なんですけど、結構ね良さげなスポットなんですよね。亀戸の現場に来た時はちょっとここ立ち寄りたくなっちゃうんですよね。なんかね、この高架下に結構いい空間が広がってるんで、まあ、ちょっとちらっとだけね見ていただきたくそう、こっから下に入れるんだな、ここから入って、そう、こんな感じでちょっとね、ちょっと雰囲気ある空間が、ちょっとシュールですけどね、いい感じの空間広がってて、あ、上は高速じゃなくて、高速ですよね多分ね。いやー、こんな感じでなんかいいんですよね。こう鯉も泳いでる、鯉も泳いでて大変良い空間です。まあ今ちょっと仕事の合間の移動中なので、もうちょっと奥まで行きたいけど、ちょっと今日はここまでですね。じゃーん、これすごいですよね、この橋、こんなのがあるっていう。手川、立川とのことですね。めっちゃナイススポット。いや、いいですね。いや、なんかこのやっぱこの橋ですよね、この橋がかなりポイント高い。さあ、というわけで今週もまったり日曜日のガチャガチャレビュー、ガチャガチャ Vlog の日がやってきました。まあ、日曜日なんでね、まったりとだらだら開封していきたいと思うんですけども、今回は2種類のガチャを回してきました。どっちもちょっとミニサイズ、小ぶりなものですね。で、まあ、ガチャガチャのパックカプセルはね、まあ、透明でちょっとブラインドされてないので、もったいぶらずにね、パパッと開けていきたいと思うんですけど、ちょっとまずはねこっちからいきます。ちょっと安定がこちらからいきます。まあ、ちょっとね若干お顔が見えてますね。今回まず1つ目のガチャガチャ、こちらですね、ピーナッツ、スヌーピーのガチャ。まあ、当チャンネルでスヌーピーを扱うのも結構珍しいんですけど、コーヒースタンドスタイルですね。ちょっとコーヒーショップモチーフで、結構ねグッときちゃったので、ついつい回してしまいました。まあ、こちら小さめのガチャガチャなんですけども、まあラインナップはこんな感じ。スヌーピーがコーヒーに入ってるものとか、コーヒー飲んでるスヌーピー、コーヒーショップのスヌーピー、あとウッドストックもラインナップされて、クッキーのウッドストックとかね、可愛いラインナップになってます。で、今回ね結構当たりを引いてしまいました。個人的にちょっと当たりを引きましたね。こちらコーヒーカップの中に入ったスヌーピー、これですね、めっちゃ可愛い。これ僕個人としてはかなり大当たりな一品でございます。コーヒーに入ったスヌーピーですね、めっちゃ可愛い。顔だけ、顔半分がちょっとこう上から出てるような感じに造形されてるんですよね。コーヒーね、コーヒー豆のデザインがされたカップに入っております。めっちゃいいねスヌーピー。反対側はこんな感じで、まあ、シンプルかつ、まあ、ちょっとやっぱコーヒーモチーフなんでね、コーヒーカップに入ってるような感じです。これもキーチェーンなしでも全然これ取っちゃってもいいかな。ボールチェーンね、つけて出歩くと大体あの取れてなくなってることがほとんどなんで、まあ、ボールチェーンは取っちゃってもいいかな。取ってなんかこうやって置いてた方が可愛いっすよね。いやー、いいねスヌーピー。いやー、ちょっと大当たりでしたね。スヌーピーの C ですね、 ABC ってあって、C のスヌーピーが出てきてくれました。コーヒーショップのねコスチュームの子も可愛いですね。で、ちなみにこれあの
どこで回したのかというと、中野ですね。中野のサンモールの中にあるガチャガチャショップですね、新しくできたガチャショップで回してきました。中野のね、ブロードウェイの手前にあるサンモールの中にね、結構最新ガチャを多く取り揃えてるお店があって、そこで回してきました。スヌーピーのコーヒースタンドスタイルでございました。いいね。スヌーピーのねグッズもね、結構沼が深くて、僕は幸いこうスヌーピー沼にはまだっていうか入ってはいないんですけども、スヌーピーもねコレクターの方はめちゃくちゃ大変そうっていう、ミッフィーとかと一緒でね、まあ、レジェンドキャラクターなのでスヌーピーファンの方もね大変な、非常に大変そうな、見ててねグッズを追いかけたりは、大変そうだなと思うんですけども、まあ、レジェンドキャラとしてやはりこうグッズ一つ一つがしっかりこだわって作られてる感じがしますね。まあ、ちょっと気になるのはウッドストックの B、 このクッキーのウッドストックのクッキーの質感、これをちょっと実際に見てみたい気はしますが、今回はスヌーピーが出てきてくれました。まあ、個人的に一番大当たりなんで満足でございます。いいね。さあ、そして今回はもう一つあります。こちらですね、これは中野のブロードウェイの中でガチャを見つけて回してきました。最新のガチャではないんですけども、ちょっと古いけど非常に気になったガチャガチャ、ちょっとアートトイ寄りなガチャ、モンスターフォントというガチャですね。よいしょ。さあ行きましょう。こちらをまずこちらですね、モンスターフォント、こちらじゃじゃーん、こんな感じでちょっとアートトイ、アートソフビっぽい感じのキャラクターで、アルファベットに命が宿って誕生したモンスターとのことです。まあいろいろ仲間がいる中で、今回は ABCDE までのモンスターたちがラインナップされてます。で、今回私が引き当てた子はこちらですね、青色の子なんですけども、こちら面白い感じですよ。これじゃーん、こちら A ですねやば、これでもなんか思ってたよりクオリティは高い造形でございます。こちらはアルファベットの A ですね。めっちゃ可愛い。これ結構ポップマートとかにも通ずるものがあるような、まあアートトイですね。これを可愛いと思えることをね、ぜひ共感してくれる人がいたら嬉しいって感じなんですけども、めっちゃいいですね。この口めっちゃ開けた感じの表情がなんとも可愛らしい一体です。で、この青のね、なんかズボンみたいな感じも非常に可愛らしいですね。縫ってありますけど、ここね、いいね。なんか両手でこうなんか履物を押さえてるような感じで、足もねなんか可愛い足をしてますよね。ちょっとこうぽっちゃり系な感じで非常にいい。で、まあポイントとしてはこのお尻の部分も可愛く作られてますね。これもなかなかポイント高いです。いやー、何度見てもこの顔癒し系ですね。なんか口を大きく開けて癒しの表情です。なんか叫んでるのかな、って言ってたら面白いですけど、なんと叫んでいるのでしょうか。で、これね、ちゃんと自立してくれるガチャですね。さっきのスヌーピーも安定感ありますけど、この子も2本足でしっかりと自分で自立してくれる感じですね。非常に素晴らしい。で、改めてちょっとね、さっきのラインナップ見てみたいと思うんですけど、まあ、個人的に私ボブがちょっとね欲しかったんですよね。オレンジベースの B のキャラクター、これもね顔がめっちゃいいんですよね。で、あと、まあ、キャサリンとかデイビッド、エリックって名前がね、欧米の方の名前がついてるんですけども、キャサリンはねクリア台座付きみたいですね。ちょっと安定感がないのかな。デビットとかも非常にいいですね。デビット、エリックはちょっとクリーチャーっぽいっていうか怪獣っぽい感じですね。まあ、このアルフレッドとボブ、 A と B の子はちょっとまあ人っぽいけどモンスターみたいな感じ。この2つはねやっぱ顔がいいですね。ちゃんとこうね目と口があるんで結構人気なんじゃないかなと思います。まあ、かなり活躍されてる作家さんみたいですね。裏に作家さん情報があるんですけど、白滝さんという方が作者だそうです。クリエイターの方ですね、惑星 X の宇宙人漫才師シリーズがあるんですよ。そういうシリーズがあるんですね。カラフルでポップな世界観を武器に SNS で活躍する CG クリエイターとのことですね。まあ、CG のクリエイターさんのものを造形立体にしてねフィギュア化したという、CG は
ではそもそも立体ではあるんですけども、フィギュア化したのはこのガチャですね。いや、これ今回いいですね。ちっちゃい、今回はちょっとこうフィギュア系ですね。ケンエレファントとかのミニチュアではなく、今回はキャラクターフィギュアで、ちっちゃめなシリーズですね。ちっちゃめなキャラクターガチャっていう感じで回してきました。どっちもめちゃくちゃ気に入ってます。これはかなり大当たりでしたね。さあ、というわけで今回はちょっとあえて遠くにちょっと置いてるんですけど、今回は日曜日、毎週日曜日のまったりガチャガチャ Vlog でございました。いやー、やっと10月が終わりが見えてきた。よし、こうね、 Vlog を撮って編集してる時間帯がもう本当唯一のオアシスなんで、もうね、早く、まあ、年末年始まではちょっとこの感じで忙しそうなんで、まあ、来月はね、ちょっとこう違う YouTuber の方と、まあ、コラボじゃないですけど、ちょっとね、あの2年前ぐらいから Vlog 始めた頃のまあ同期みたいな感じで仲良くさせてもらってる方と初めてこう実際に会うっていう、あのイベントっていうか、まあそういう日もあったりとか、11月もね、まだ面白いことがいっぱいありそうなんで、まあ、年末年始になればちょっとまたお仕事が落ち着くので、動画もね、まあちょっともっと大きな動画というか、あの長尺な動画も出せるんじゃないかなと思います。忙しいとね、ちょっと動画ね、毎日アップできるんですけど、どうしてもちょっと内容がね、ちょっと短めなちっちゃなコンテンツになっちゃうんで、まあもしよかったら引き続き10月も見ていただけると嬉しいです。というわけで、今回も毎週日曜日まったりガチャガチャ Vlog お越しいただきありがとうございました。バーナロ Vlog ではこういった可愛いものを開封しながら日々を楽しんでいく私のライフスタイル Vlog でございます。もし動画の感じ気に入っていただけましたら、また遊びに来てください。はい。というわけで、今回もありがとうございました。またお会いしましょう。さよなら。